1997年の結成以来、カテゴライズ不能な楽曲とパフォーマンスで世界を熱狂の渦に巻き込むロックバンド、ディル・アン・グレイ。彼らが2008年に生み出した最強のアルバム、ウロボロス。そのワールドツアーは全100公演、1年以上に及び、2010年1月ツアーファイナル日本武道館 2days を迎えた。ここが真実だ。最強のアルバムは最強のライブを生み、2日間は伝説となった。30台のカメラが捉えた伝説の舞台裏、スクリーンだけで蘇る。怪物の姿がここにある。頭の発音は全く今聞こえなかった。ずっとこれを求めてた。劇場版ディル・アン・グレイ、ウロボロス。